篠ノ井線、篠ノ井線は、長野県長野市の篠ノ井駅から、長野県塩尻市の塩尻駅までを結ぶ、東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、幹線である。事業基本計画及び国土交通省監修、鉄道要欄では、篠ノ井駅を起点としているが、JR 線路名称広告では、塩尻駅を起点としており、また列車運行上は、 塩尻から篠ノ家へ向かう列車が下り、逆が上りとなっている。以下、路線データ、経路図を除き特起なければ、塩尻から篠ノ家へ下り、方向に記述する。東京、名古屋の両都市県からの特急列車が、中央本線から東路線に直通しており、長野県中部の塩尻市、松本市、安曇野市と道県の県庁所在地長野市とを連絡する役割も担う。 日本貨物鉄道 JR 貨物による貨物列車も運行されている。途中、急旬な山間部を走るため、オバス停機や2カ所ある信号場のうち1カ所がスイッチバックになっている。ラインカラーはダークオレンジ。ただし、路線図などでは松本駅北がダークオレンジで、避南は中央本線と同じ青色で案内されている。 松本駅使用尻駅間は旅客営業規則の定める大都市近郊区間の東京近郊区間に含まれ同区間で IC 乗車カード、スイカが利用可能である。全線が東日本旅客鉄道長野支社の管轄となっている。関東と近畿を連絡する鉄道としては当初、平時には回路の便があり、戦時に敵の攻撃を受けやすい海岸を走る。 東海道本線ではなく、中仙道を経由する路線が検討されていた。実際にこの路線は着工されたが、建設費がかさむことや開通後の輸送力が制約されることなどから、工事がほとんど進まないうちに中止となった。この路線のための資材輸送線として建設が始まった、直江津から長野を経由し、上田へ至る路線はそのまま建設が続行され、さらに延長されて、 薄い峠を越えて、高崎まで1893年、明治26年4月に完成した。一方、1892年、明治25年6月には、鉄道敷設法が制定され、後の中央本線にあたる路線の建設が決定した。これを受けて、長野県会では、同年12月に、中央本線と新一本線を連絡する、長野若宿派のいより、 松本を振テて塩尻また払い馬に、イタリル線路を第一期線に追加するように、帝国議会へ要請する決議を採択した。これを中央連絡線と称した。1893年、明治26年3月から鉄道庁の技師が派遣されて、路線の調査を行った。この結果6つの路線が候補として上がった。東側から、 現在の国道254号に沿って、松本と上田を結ぶ三沢山線、長野県道181号下奈良本と吉名線に沿って、松本と上田を結ぶ北福寺線、国道143号に沿って、松本と上田を結ぶ二線路線、国道19号、国道403号に沿って、松本と篠野を結ぶ篠野井線、国道19号や西川に沿って、 松本と長野を結ぶ西川線、国道147号、長野県道31号長野大町線、国道19号に沿って、大町経由で、松本と長野を結ぶ大町線である。どのルートを選んでも、険しい峠を長大トンネルで克服したり、地質の悪い区間を通過したりしなければならなかったが、距離が最も短い市ののい線が、建設費や開業後の運営の点で有利と、 判断された。この報告を受けて1894年、明治27年6月23日に帝国議会で長野県下、長野若葉篠野より、松本を経て全校の線路に接続する鉄道が第一期線に格上げされ、また同時に提出された法案により起点は篠野と確定された。1896年、 明治29年に予算で建設費は359万7470円とされ、明治28年度から31年度までの予定で施行されることになった。しかしその後後期の変更と予算の増額があり、明治35年度までかかって予算767万7751円で施行された。全線を11の工区に分けて、 1896年、明治29年10月に着工され、1900年から、篠野違法より順次延伸され、1902年に、塩尻まで全通した。1906年には、八王子から伸びてきた鉄道が接続して、東京長野を結ぶ、第二のルートが完成した。1909年の線路名称設定の際には、中央東線に含まれたが、中央東線が、 潮尻理制へ延伸されるに及び1911年に、篠の井線として分離された。開業後は、急勾配の続く運転場の難所であり、また、線路容量も限られることになった。そのため、昭和に入ると順次中間に行き、違いの可能な駅や、信号場を新設して、線路容量の拡大が図られた。第二次世界大戦後も引き続き信号場の追加が行われ、 このうち1961年、昭和36年と1966年、昭和41年の2回にわたって新設された、塩沢、桑野原、羽尾の3つの信号場はスイッチバック式を採用た。これにより、元から存在したバス停機のスイッチバックと合わせて、1駅、3信号場にスイッチバックを有する路線となった。1970年、 昭和45年2月、篠ノ井専用に DD51 系ディーゼル機関車30両が配置され、これによって無塩化が完了した。D51 系蒸気機関車10連による、さよなら篠ノ井線の蒸気機関車が運転され、さらに1973年、昭和48年3月28日に全線で電化が完成した。同年7月10日には、 中央再線の電化も完成して381、軽振り越式車両により特急、品野の一部が電車化された。西条赤品間の塩沢川に沿う、地滑り地帯を通過していた急線に変わる新線の建設工事は1974年、昭和49年に開始され、1988年、昭和63年9月10日に完成した。 この際に建設されたトンネルや橋梁はいずれも伏線対応であるが単線での開業となっている。この際、潮沢信号場が廃止され、またその後、羽尾信号場が使用停止されたことから、2009年時点では一駅、一信号場にスイッチバックのある路線となっている。篠ノ井線は、塩尻市から安曇野市赤品地区にかけての松本盆地と、 長野市周辺の長野盆地を結ぶ路線で、線路は同じく両盆地を結んで流れる西川の川筋ではなく、カムリキ峠越えのルートに付設されている。これは、両盆地の間が最近数十万年の間に激しく流起、終局した結果、西川が蛇行しつつ深い渓谷を形成して、川沿いに線路を引ける地形ではなかったためであった。 小バステ付近の高所から見晴らす長野盆地は家計で日本三大車窓の一つに選ばれている。蒸気機関車時代は難所と呼ばれたカムリキトンネルも技術革新のために雲なく列車が通るようになった。篠野井側から見ると、まず東海山駅からカムリキトンネルへ向かって40分の1、25%パーミルの上り勾配がずっと続く。 山腹に沿って曲線を繰り返しながら次第に高度を稼ぐ。千曲川、品野川の支流小沢川と同じ千曲川の支流西川の支流海身川の間の標高955メートルの尾根の下を全長2656メートルのカムリキトンネルでくぐり抜けるとこの路線最高の標高676メートル地点にあるカムリ到達する。 カムリ駅から坂北駅までは大ね尾身川に沿って下る。そこで尾身川の支流の東上側の川筋に入って、再び上り、西条駅へ到達する。西条駅から赤品駅までは、塩沢川に沿う区間が地滑り多発地帯であったことや、線路容量が限界に達していたことなどから1988年に新線に切り替えられた区間である。 明治時代に建設された当初は、全長365メートルの五人熊トンネルを抜けて、サミットを通り、全長2084メートルの第二白坂トンネルを通って、半径300メートルのカーブを繰り返し25、バーミルで、塩沢川,川に沿って赤品まで下、行く線形となっていた。1988年に切り替えられた新線では、 新しく掘り直された第1白坂トンネルが1292メートル、第2白坂トンネルが1777メートル、そして第3白坂トンネルが4261メートルとなり、最大勾配は23パーミルと預かながら改善された。また、この区間はトンネルや橋梁について複線化の準備がなされた、設計で建設されたが、単線のままで開通している。 赤品からは、松本盆地に出て、大ね西川の右岸に沿って通っている。途中田沢松本間は、山と川に挟まれた、境愛な区間を通過する。松本からは、市街化、工業化の進む平坦な田園地帯を南下し、やがて、松本盆地の南端に位置するし、お尻に達する。基本的に、途中の松本駅を、起点、終着として、中央本線新宿、 東京方面、名古屋方面及び、新越本線長野方面と直通する列車を主体に、運転されている。中央東線方面からは、特急、スーパーあずさ、あずさ、浜海寺、土曜、休日のみが乗り入れ、ほとんどの列車は、松本駅を、き終点としている。一部に、大糸線方面への直通列車が設定されている。 中央再線方面からは、特急、品野が乗り入れ、すべての列車が、新越本線長野駅に直通するが、臨時の品野の中には、大井と線乗り入れ列車や松本駅を、来、終点とする列車も存在する。また、平日の朝には、塩尻駅新越本線長野駅間に降り日本のみ189、軽仕用の、おはようライナー、途中村井駅、松本駅。 田沢駅、赤品駅に停車、篠ノ井駅は通過、乗車整理券が別に必要が運転される。塩尻駅ではなく、松本駅が運用上の起点となっている。松本駅を始発、終着としている中央本線方面の列車は、上下線とも中央東線方面の列車の方が多く、高尾駅や立川駅まで運行される列車もある。また、 中央西線方面の列車は多くが中津川駅まで運行されている。これらの関係で松本駅潮尻駅間は特急も含めて比較的多くの列車本数が設定されいる。一方、篠野井駅を起点、終着としている列車はなく、すべて新越本線の長野駅までから乗り入れる。長野駅を起点、終着としている列車も大半は、 中央東線方面と直通運転している。一部は松本駅までのものもある。篠ノ井線のみを走行する列車は2015年3月14日のダイヤ改正時点で、塩尻発松本駅が3本、松本発塩尻駅と、西高原発松本駅がそれぞれ1本、松本発赤品駅が1本となっている。快速列車には、 長野駅松本駅間で運転する朝夕の1往復。朝は長野発松本駅。夜は松本発長野行きに限り E257 系を使用するものがあり、この列車にはクリーン車の設定がある。このほか、長野駅、または松本駅、ズ田線、飯田駅を結ぶ三鶴、三ス篠ノ井線内で快速扱いとなるのは、 松本発の一本のみであるが各駅に停車や、中央本線上諏訪発長野行き下り一本、大井戸線品の大町発上諏訪行き登り一本、篠ノ井線内は各駅に停車、長野発松本行き登り二本、阿森駅、今井駅のみ通過で、篠ノ井線内は各駅に停車がある。これらは、基本的に211系、E127 系。 長野総合車両センター所属が使用されている。313系 JR 東海新両車両区所属も、松本駅発着の中央再選方面の列車において2両、または4両で使用されるほか、飯田線直通、岡谷駅経由の普通列車にも一応往復に3両で使用されている。このため、松本駅使用尻駅間は、JR 東日本の路線としては珍しく、 転換クロスシート車両の普通列車が多く乗り入れる区間となっている。2013年3月16日のダイヤ改正より、塩尻駅長野駅間の一部の列車でワンマン運転が開始された。ワンマン運転の際に使用されるのは E127 系のみである。全線で貨物列車が運行されている。コンテナ輸送も行われているが、 関連山間地の長野県への石油、灯油、重油、ガソリンなど輸送が盛んである。石油は、京葉地区や京浜地区、中京地区にある西油所から、内陸の輸送所へ送られている。輸送の高速化のために、多岐線経過車で編成された高速貨物列車も、設定されている。県陰機は、EF64 型電気機関車や200系電気、機関車である。 また、篠ノ井線で列車の発着がある駅は、南松本駅のみである。篠ノ井線は、JR 東日本の路線であるが、以下のように、JR 東海の車両も乗り入れる。以下において、起動車、客車などの車種が記されていないものは電車である。列車運行上の下り方向に、塩尻駅から篠ノ井駅に向かって記述する。なお便宜上。 篠ノ井川の全列車が直通する新越本線、篠ノ井駅長野駅間も合わせて記述する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。